Everyone, on today's video I'm going to be reacting to episode 4 of Dark Gathering. I'm quite confused about I think the girl, what's her name? I don't remember her name. Damn it. It's also cursed with him. So that's the friend that got cursed, but why they made it so mysterious at the beginning instead of just saying it's her? I don't know. I guess to add a little bit of spice. Let's see, are they going to go back to the goddess to try and take her out? But this time with Katara as well? I don't know. Let's see. But before I get into the video, please subscribe to this channel if you're not subscribed yet, because there's a lot of more new reactions coming and you don't want to miss them. So now let's go into the video. Oh. 大学に車で？うち車通学は禁止されてなかったっけ？いいから！高速乗れば間に合うから！で、どっち？実は車で大学に行くの、前からやってみたかったんだよね。大丈夫かな？所詮ケイタロウ。や、弥生ちゃん？うい。なんで乗り込んでるの？っていうか学校は？まだ春休み。だからちょっと早めのオープン。おお。I didn't notice that she always wears gloves. I love the cherry trees, they are so beautiful. Oh! エイコは呪いに巻き込んだにもかかわらず僕を気にかけてくれた。So yeah, it was her. Confirmed. 加害者なのだから、普通は煙たがるところをあろうことか気にしないでと言い、そばで支えてくれていた。そんな心遣いに泥を塗るようで罪悪感を覚えるが、本当にわだかまりはなかったのだろうか。こんな疑問が浮かぶのは僕の性格が悪いせいなのかな。これがキャンパスライフ。It's like, interesting how these people is acting. 要するに時間割り決めだよ。大学は自分で決められるんだ。ほう。何か面白そうな授業あった？Of course. 受けたいの？それ。そ、そんなことないよ。絶対行かないからね。もちろんだよ。めっちゃ落ち込んでる。エイコ、子供の頃怖い話が好きだったな。僕の手前そういう話はあまりしなくなったけど。ああ、because she knows。今もそれは変わらないのかな。ああ、she's so sad。僕は絶対寄りつきたくないんだけど。Come on, go, go for her. Come on. Oh, don't cry, cutie.、Oh. Come on. 見学だけなら。Nice. いや、怖い話好きの諸君。この授業では、いわくつきのものを紹介し、本当の恐怖を味わってもらおうと思う。自己責任で楽しんでってくれ。こっちのやつ来ちゃった。今回はこのビデオ、現代っ子風に言えば動画だな。ある美大生が撮影したという卒業制作だそうだ。そのテーマは自殺。卒業制作で困った学生がノイローゼになった末に自身の焼身自殺を撮影し、そのビデオを提出したという話だ。What? 死んだのに提出できたのかよというツッコミもあるが、注目すべきはその先。このビデオを見たら登場人物が見ている人間に変わり現実で焼死するという締めの一文。逃げたい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 。検証してみようじゃないか。I wouldn't watch it. So is this like the ring? It curses you. Oh shit. I'm scared. I'm scared. Oh shit.
shit. Oh my god. This is quite dark. This is super dark. Oh shit. What the heck?So it's him! Everyone is watching, and it's him! The heck? I'm very confused. What the heck? Oh! 嘘だろ。事前に確認したときはあんな風にはならなかったぞ。知り合いの住職を呼ぶ。待ってろ。なんかこの授業やばくね。帰ろう。おお。この子たちには私たち三人の爪が入っている。おお。ケイタロウの身代わりになっている。シェ。私のすべての人形が焼かれる前に元凶を殺すか脅して呪いを解かせないと。So it was properly haunted. ケイタロウが消失する。Oh shit. Yayoi-chan? Is that salt? Scamaeta. Donatel no sore. Morizio de tape kara oidaste. Skiasui ningyo de catchista. Genjo tausenai. Takara noroyo tomeru hoshin deiku.How? これは？あのビデオは見ている人間が登場人物と入れ替わることで呪いが映る。ならこうして霊本人に見せつけるようにすれば、ターゲットが自分自身になって呪いを解除せざるを得なくなる。Oh, smart. If it's not immune to his own curse. じゃあこれで解決したってこと？なのかな。なんだ。そんなにビビることなかったじゃないか。oh, oh. Shit. Mm-hmm. く、箱の中に閉じ込められたこの処置が有効だから、焦って攻撃の通らないケイタロウから服に狙いをずらした。止めるんじゃ生ぬるい。エイコ、お願い。え？私の部屋に奥の手がある。だから車で連れてって。なんで車？もし変なところに火がついてガソリンに引火したら二人も。ケイタロウ。リスクはあっても人数が最小限に絞られて、かつ高速で移動できる手段が最善。She's so smart. それを家に持っていけばケイ君は助かるんだね。保証する。ケイ君、ここは私に任せて安心。ダメだ。Come on. 一人でどうにかする。Don't start with that. Just go. 巻き込みたくないんだ。大切な人を。事前に確認したという教師は呪われてなかった。つまり、呪われる人とそうでない人がいるということ。Mm. 論理通りにことが推移する確証はない。True. その霊媒体質を持って、何の見返りもなく私を見守ってくれる男の子だった。この手の呪いもそう。僕が巻き込んだって自分を責めているけど、本当は違う。あの時も私の肝試しに付き合って危ないものからかばってくれて呪われた。結果的に私にも呪いが来ちゃったけど、でもケイ君が守ってくれなければ今こうして無事でいることはなかった。 Okay. だから守られるばかりじゃなくて支えたいんだ。ケイ君こそ私にとってずっとそばにいた大切な人だから。Oh, she's so sweet. She's really, really sweet. ケイ太郎ばっかりずるい。私もお化けと触れ合いたい。いろいろ台無しだ。What the heck? なんだこれ。燃えるところを限定して火がついたら風で消しちゃおう作戦。イエーイ。イエーイじゃねえよ。なんで
って微妙に意識まとってんの？全裸の方が何も燃えなかったんじゃないの？そうしないと社内の別のものに引火しちゃうかもしれないから。この例の呪いはビデオを全部見切った時点で相手に移ると考えられる。だからこの箱の中で A 自身に最後までビデオを見せつけることができれば私たちの勝ち。走ってる車の風の勢いで消そうってこと？うまくいくのかな？大丈夫。とにかく再生が終わるまで慶太郎自身が耐えること、うん、火が消えるくらいのスピードを車が保つこと、この2つが必要。Yeah, but air sometimes makes the fire stronger. 再生開始。来た。How did they cover his winky? テイコ、速度上げて。赤信号に乗じて殺しにかかってきた。わお、wow. Oh my god。私の最後ペカ。おそらく限界が近い。止まっちゃダメ。上げて。Oh my god。Jesus。Oh my god. Yokatta. Yokoso, watashi no heya e. Tanoshinde itte ne. Gomen ne, Kei-kun. Watashi ga henna jugyou ni sasotchatta kara. E? Iya, abunai koto ni tsukiawase chatta no wa kochi nano ni byouin no tsukisoi made. Nante iu ka, honto. Arigato.優しいな、ケイ君。ビデオのお化けの体に。弥生ちゃん。あの動画ね、自殺を強要されて撮られたものだったんだって。いじめがあったみたい。いじめっていうより、むしろ立派な犯罪なんだけど。つまんないストレス発散のターゲットにされて、それがどんどんエスカレート。ついに家族にまで被害が及んだらしいの。The heck? 全てをめちゃくちゃにされて絶望した美大生は加害者に言われるままに。呪いは自殺した学生が発端だけど、彼は加害者を呪い殺して恨みを晴らした後成仏したけど、呪い殺された方が逆恨みの強い念で残り続け継承した。元の霊なら情状酌量の余地があったけど、こいつに慈悲はいらない。しっかり調教したから安心して、だって。何をしたんだろうね。にしてもいじめか。人間関係ってやっぱり難しいのかな。ただいま。一時はどうなるかってヒヤヒヤしちゃったよ。ごめんね。ケイ君が傷つくのは絶対に嫌だってそう思うのに。私今もオカルトへの興味が消えないんだ。だってもう巻き込みたくないんだ、大切な人を。闇に近づくほどにあなたは身を挺してでも私を守ろうとする。その度に趣味と愛情の両方が満たされて病みつきになっていく。愛を感じちゃうんだよな、ケイ君。私はあなたの中毒者。今日を無事に終えて、明日も明後日もまたずっと一緒にいられるよ。It's a bit of a psycho. やばいお化けを集めて悪霊を食い殺そう。That was a bit creepy. Like, what the heck? She's addicted to him, but she puts him in danger. What the heck? She's, you know, a little bit
I don't think it's healthy. It's like a healthy relationship at all. What the heck? We need to know more. What the heck? What is wrong with her? So the thing is, obviously, if he lifts the curse, he's not going to be of any help for them. Right? So, I don't know. I guess that will not be a priority, maybe, for the time being. I don't know. I'm really surprised about her. Like, what the heck? Crazy girl. Anyway, I think we need to watch more to see what the heck is on her mind. Oh my god, I'm really surprised about that. What the heck? I was all the time like, oh, she's so sweet. She's sweet but a psycho. Like the song. Anyway, please drop a comment. Let me know what you think. And let me also remind you that I have a Patreon where I upload early access and to my full unedited reactions. So yeah, as always, have a lovely rest of the day and see you in the next video.